どうも、生涯収支マイナス2億円くんです。本当です。明日ですね、キサラギ賞と東京新聞杯開催されるということで、本気の競馬予想していきたいなと思います。ただですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は生涯収支マイナス2億円くんなんで、来ません。正しくは、僕が買わんかったら来るし、買ったら来ません。なんですけども、予想は本気でやりたいということで、明日の如月賞と東京新聞杯の本命発表したいと思います。はい。最近、毎週2レースやってます。毎週2レースやってて、毎週外してます。G3 きついです。頑張ってます。はい。現場で久しぶりに会う先輩とかが、今年調子いいらしいやんって言ってくれるんですけど、今が一番おもんないかもしれません。はい。非常に困ってます。中途半端に当てるのではなく、派手に外すのではなく、ガチで当てます。はい。ちょっと見といてください。特に今週自信あります。マジであります。はい。元気な時に動画も撮れてます。はい。よろしくお願いします。まずじゃあ、如月賞行こうか。如月賞の本命は、2番フリームファクシーですね。はい。2番フリームファクシーです。当たり前やろ!というわけで、ね。正直まだ荒いところあるとは思うんですが、能力すごく高いので、普通に考えたらこの馬ですね。で、多分単勝も1倍台になると思うんですけど、難しいんは買い方ないよな。小頭数やし、ダントツ1番人気やし、いつもの調子でね、買い目増やしたら、正直鳥紙直線ですわ。マジで。もうね、二頭軸ぐらいの気持ちで行こうかな、言うてね。はい。いや、でもこれオープンファイアなってきてまうねんな。ほんまは今回ね、ちょっと趣向を変えて、俺このフリームファクシとオープンファイアのワイドでもええかなって一瞬思ったんや。ダントツ1番人気とダントツ2番人気のもうワイド。ただ今現時点でオッズも出てなければおそらく全く美味しくない。美味しくないどころか恥ずかしい。なので、男前欲くん。激しぼ鬼しぼ3連単でいきます。はい。というのも、3投目ですね。紐なんですが、動画撮影時点では最下位人気の当選トラムが一撃あるんじゃないかと思ってるので、こいつ来たらでかいなという意味も込めて3連単系にしたい。当選トラムの調教に夢を見た。はい。もちろん普通に予想すると3投目はレミージュとかになるんですけど、最下位人気の当選トラム、そして次に人気のないクールミラボーも俺はあると思っている。はい。今現時点のオッズなんで大いに変動ありえますが、当選トラムとクールミラボーは面白いと思うんですよね。はい。人気どころで言うとレミージュも外せない。だから今回は3点です。3点なんですが買い方よね。さらにですね、なんとですね、今回、フリームファクシーに電話しました。はい。厩舎関係者や、ジョッキーではなくですね、フリームファクシー本人に電話しました。本人というか本場ですね。今晩川田ジョッキーと一緒に寝るらしい。
はい。抱き合って。だから相性抜群って言ってた。うん。単勝一倍台の時の川崎衆、怖いみたいなノリあると思うんですけど、大丈夫ですと。そうならんように一緒に寝たらしいです。非常に楽しみですね。はい、解明発表します。3連単、フォーメーション。1着2、2着7、3着3、4、6の計3点でいきたいと思います。結構覚悟すごない今回。はい。もうね、3連単フォーメーション、もう鬼絞よ。1着固定、2着固定。まあでも、そらそうや、ダントツでおそらく1番人気、2番人気からの3着は、まあ現時点では穴目の馬。と言っても小頭数やからどうにもあれやけど。ちょっと今回はね、何回か前に、まあ、よくくんが的中した時すごかったんて、穴馬を抑えてたから900倍目で跳ねた時。だからね、こう、なんか目つむったら出てくるピーピーうるさい人格みたいなのいるんですよ。大穴星人っていう。そいつを少し下ろすことを最近覚えた。で、練り込みます、それを。というので、この3点でいきたいと思います。以上です。さあ、それではもう一方、東京新聞杯の本命言います。東京新聞杯の本命は、3番ジャスティンカフェ。ですね。はい。3番ジャスティンカフェです。まあ、波浦またピン枠ということでね。お前もええね。林やか、お前。どんだけピンク好きやの？なあ。お前、有名馬の誕生日覚えとんのかい？言うてますけど。はい、もうこっちは正直王道のパターンでいきますが、ジャスティンカフェからいきます。で、ちなみに今回なんですけど、まあ、昨日、とある仕事でですね、有名競馬好き芸能人の人と一日中一緒やったんですよね。その時に東京新聞杯の話になって、その人がジャスティンカフェって言ってたんですよ。で、まあ、俺もね、ジャスティンカフェいいと思ってたんですけど、その人の理由が結構マジでもう聞けば聞くほど来るんよ。その人も競馬上手い人やし。なんかやっぱ前走不利受けたこと言ってましたね、ずっと。前走は最後直線内に外にちょっと伺いながら、あれなかったらエグかったんちゃうか的なね。で、その人の名前今日言いたいんですけど、すいません、これは明日の結果の時に言わせてください。その人がどこかで自分で自分の本命を発信するまでね、僕がさっき言うのはちょっと意味わからないんで。まあ、とにかくジャスティンカフェです。ただ波うる外枠なってジャスティンカフェこの枠は、そら一番人気まで上がるわなという感じですね。はい。相手なんですけど、こっちもね、結構渋めの相手選びたくて、もちろん人気馬も紐には入れますが、例えばファルコニア、カイザーミノル、エアロロノアとかね、サクラトゥジュールとかちょっとあっても面白いと本気で思ってます。はい。行きましょう。買い目なんですけども、3連複フォーメーション。1列目3、2列目8、11、13、14、3列目2、4、8、11、13、14、15、16の計22点でいきたいと思います。うん。まあ、お気づきの方いらっしゃると思いますけど、もう8分超えてるんで早口になってます、後半は。前半はできるだけ時間稼ぎたいからゆっくり喋る。そんなんはええのよ。3連複なんですけど、2列目のね、4頭が今、個人的に名前挙げた4頭で、まあ、穴目の、特にカイザーミノルとか、サクラトゥジュールとか結構穴ですよ。2桁番人気やと思いますが、で、1列使ってるって結構攻めてない。今回覚悟見えるでしょ、俺の。しょうもない馬券は当てへん。これ22点でこれ当てるかってやつ当てます。はい。で、3列目はちょっと人気の紐の波うるとか含め入れたという感じですね。はい。まあ、とにかく私、非常に楽しみにしております。明日、とても自信があります。皆さん、一緒に儲けましょう。ラジオー。